はい、どうも、スケです。今回はドラクエに続きプレイしていきたいと思います。まあ、若干、先進みまして、大滝の方から東の方に来まして、今回は、デルカタール神殿の方、まあ、神のね、オーブだったかな？探すということで、行きたいと思います。あ、了解です。さあ、ここではあるんだけど、神殿っぽいのがまだ見えないんだよね。まあ、視野でも取れてんだと思うけど、取ったらね、なんか、右下になんかね、多分商品ロゴ的なのがついてるからね、だったら動画の方がいいんじゃねって感じで、ちょっと今回は動画の方します。生放送もしつつの。これなんだ？さあ、壺を割っていくぞ。魔法の小瓶。小瓶もらってもなあ、いずれ使うんでしょうけども。さあ、来ましたよ。神殿だから途中で止めるかもしれないな。レベル上げとか。さすがに横は登れないか。長い階段だなあ。こんな登ってたら足疲れるわ。めっちゃ兵士倒れてるじゃん。おいおい、どういうことだこれは。兵士が倒れてる。一体誰がこんなことを。ドルマゲスか。 うん、下地下行ける扉あれありますね。兵士死んでますね。返事がない。ただの屍のようだ。なんだこれ？まっすぐ行っちゃっていいのかな？アイテムとか宝箱とかはない感じか。じゃあもう純粋に下降りますね。いや、俺ビビってねえから。俺ビビってねえから、そういうホラ、そういう要素ビビらないから。もうええわ。声かけなくていいや。デルカタール神殿、上層ってことは下層もあるね、これ。あ！スモークだったっけ？逃げるということは、え？消えたし。マップ見えるのか？外部に出れるのか？どうしようかな。まあ、一旦、こっちも見てみましょうかね。みんな逃げるな。ただ行き止まりなんだよな。ちょっとあ、あるね。ホエミスライムは追いかけてくると思うんで、逃げてるね。まあ、戦わなくてもワンチャンいいかもしれないね。当たってきたんだがこいつ、インプ。とりあえずブーメランで全体攻撃しつつの、これで倒しの、倒せって、倒せるか。よしよし。意外とブーメランが役に立つっていう全体攻撃だからね。どっちにしろ、外部、両端がいける感じか。そしたらこっちから行こうかな。どうせ後でいけるっしょ。それで行けなくなるとか。どうもっす。ちょっと続きやってますね。デルカタール神殿を攻略するためにちょっと。まあ、マイクちょっとね、PS4 の方でやってね、ちょっとボロなんですけど、まあ許してください。レベル上げとかなったらまた、マイク変えるんで、その時はお願いします。宝箱発見。小さなメダルかな。力の指輪、お、これ、いいんじゃね？早速。あ、待って、エマのお守り。
つけておかないとね、大事なお守りですから。つけるって言って全然つけてなかったからな。どういった力の指輪、あった。聖堂の剣も全然つけてねえ。これだいぶ変わるんだが、どの剣いらねえや。聖なるナイフも、違う、神にやっ、あーでもブーメランか。いやこれはいいや。で、力の指は使うじゃないんだよな、間違えた。渡すで、あーどうしようかな。主人公だろ。あ、金のあれ、あーそうなってくると話別だな。ということは、あ、待ってよ、これを神に装備させるか。2個まで一応装備できる感じですね、こういうの。BO3、まあやるかもしれないけど、今のところは、ドラクエ進めたいですね。やっぱ買ってやらないっていうのもちょっともったいないんでね。早い人だったら攻略してんじゃないですかね、もう。多分俺めっちゃまったりやってるからクソ遅いと思うんですけど。これなんだこれ。ああ、なんだったっけこれ。申し訳ない。左の、あ、そう、なんとかッピーみたいな感じだったね。硬いな。お、死なねえ。わ、素早さ、アッパきつい。強いな。ちょっと場違い感半端ないぞ。強くね。 うざっ、こいつうぜ。よし。定着はしないんだよな。あぶな。コウモリの羽。ってことは、こっちから奥にも行けるんだけど、スモークが、たま、気づかれたら来るだろうな。だがしかし俺は宝箱に夢中に取っていくと。待ち構えてるスモークが。呪文じゃない。騎士団の服上がるんじゃないか。少ないな。よし、これで川のあれ持ってるよね。帽子は持ってなさそうだったの今。下がるんか。だっていいや。ダメだよね。ギラで一掃してもいいんだが。意外と銃も食らうからな。うわ、厄介なもんしてくるな。そしたらインプ倒した方がいいな。よし、だいぶ強い。これで一人ずつ。もうミス攻撃なしですよ。5は食らう。12。よし、オッケー。よし。ちょっと避けたい。避けれてるのかこれ。当たってる気がするんだが。確実に当たってる気がするんだが。ちょっと避けていきたいよね。あ、これ合ってんの。いや、ちょっと待って。外部に行ってないから、ちょっとそれは NG ですよ。行かないと。襲ってくるけど、逃げます。やっぱ探索しないとね。自分が普通に見逃してて行ってないんだったらわかるんですけど、普通に分かってて行かないのはもったいないからね。まあ、さきさき言っちゃう自分が言うのもなんですけども、当たんなよ。こっちアイテムなさそうな気がしてきたな。なんとなく。うさ耳バンドとかそんなのつけてさ、移動速度 1.5 倍とかなんないかな。
めちゃ無理難題言ってるよな。なし。なんもない感じか。なん、ないことはなかった。獣の負荷は。こっちぴょんぴょん飛んでいくか。当たりそうだな。こっちじゃない、こっちだ。ちゃんと焼いてください。いや結構体力見てなかったけど半分くらい食らってんな。あんまホイミとか呪文系使いたくないよな。薬草あるし、そっちでちょっとカバーしておきたい。一回学すればまあそこそこいくでしょう。よし、 OK で最短でいくならばここから曲がった方が早いですね。後ろ見てんの、こいつ。こいつ来ることにはちょっと見にくくなるんだよな。よし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 。で全然関係ないというか、あの昨日一日生放送とか動画上げないだけでチャンネル登録者数2人減るのはなんでですか。謎なんだよな。俺これボスだ、勝てるのかな。なんだ、謎解き系か。モンスターに乗る、そんなことできんの。ええー、倒すと乗り物して残している、残し、全然上登れる感じだろうなこれ。おりゃ、まあ減ったらね増やしていくしかないんだけどね。よし来た。ただでもボス戦まで持つのかって感じだよな、このゾーンが。よっしゃ、レベル上がった。11レベル。あ、光ってないとダメ。なるほど。ということはこっちか、こいつか。まあ経験値上げれたという意味ではいいのかな。こいつも光ってないんじゃないか。連携一体だよな、一体だもんな。とりあえずブーメランでインプを倒します。ホイミしてくるからな。結構食らうな。防御力ないから神きついぞこれ。神を集中的に狙うんじゃない。よし、めっちゃ移動早いじゃん。クッソジャンプできる。守りの種、マジか。いや、面白すぎる。レシピブック、優しい帽子作り。羽帽子。あー、危ねえ、宝箱。手前の宝箱取らないのは論外。魔法の生成2個。うわ、これきっ、オーバーあんじゃん。けけけ、こいつは楽な仕事だぜ。このオーブをあの方に渡すだけで褒美は思いのままって話だからな。あの方 D マゲスかな。おい、何の話してんだ。そのオーブは俺がいただくぜ。なんだお前ら、まあいい、ここに来た糞を呪うんだな。2体か、イビルビースト。これ強えな。
これ連携いいんじゃないですか。どっちもいいんだろうな。シャドウアタックかな。いや、全体に仕掛けるだろ。こっちだな。これしよう。火炎陣。よしよしよし。これで。あ、そう、二人の、あ、そういうわけではないの。ギラーで、ちょっと。攻めていきますよ。よし。13。これ今やって意味ないよね、多分。攻撃だな。いや、これ死ぬか？大丈夫か？とりあえず特技火炎斬りを B の方にちょっと集中攻撃。マジか。死なねえか。あ、これやばい。これまずい。よし、死んだ。危ねえ。ちょっとカーミュさんを回復しないといけないですね。できれば、死にたくないんで。これ死ぬっしょ。普通に攻撃してしまった。よっしゃー、火炎陣最強。お、なんだこれ。やっぱボス的な存在かな。イビリビーストたちをたやっつけた。330ポイント経験値。レベル上がんないんだよな。なんか初めてのボス的な存在じゃないか、これ。手こずらせやがって。あ、普通に取れるんだ。お前と一緒にいつか俺の願いは果たされるとな。なんだ、気になるけど。旅立ちの頃か。というわけで、一応ボス倒したんで、この辺で終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。